よし、終わったもん。完成したのか？もちろんもん。あとはエネルギーチャージして起動すればいいもん。うん、ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。わかったもん。人工ブレード、お前が目覚める時が来。ダメよトラ君。え、なんでだもん。人工ブレイドなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてあるもん、こいつの名前。そっか、じゃあ迷うこともないな。ん？さあ始めるがよいトラよ。わかったもん。目覚めろもう。トラだけの人工ブレイド、ハナ！てっきりそういう趣味なのかと。トラにそんな趣味があるわけないもん。あれは、そう、先祖おじいちゃんの趣味も、きっとそれが残ってたんだもん。本当ですか？本当、もう…桃！ということだそうなので、レックス行きましょう。ニアを助けに。さあ急ごう。ふぼというわけで、ハナですも、今後ともよろしくなのですも。陛下の覚えがいいからってメギツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ、僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バクス警備長！は？何か？警備兵の数を倍に増やしなさい！足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの！いい？は！了解いたしました！見てなさい、メレフ・ラハット！